アニカホッケは、ベルリン出身の女性フィギュアスケート選手。パートナーは、ロベルト・クンケル、ルーベン・ブロマールトなど。2018年ピョンチャンオリンピックドイツ代表。2017年2月22日、ルーベン・ブロマールトとのペア結成を発表した。2017から2018シーズン、欧州選手権では8位入賞。ピョンチャンオリンピックでは、 FS 進出を果たし16位に入った。初出場の世界選手権では13位。2018から2019シーズン、練習中の怪我を理由にネーベルホルンハイの出場を取りやめた。NHK 杯はインフルエンザに罹患したため欠場。欧州選手権はブロマールとの体調不良により欠場した。世界選手権では14位だった。2019年4月15日。 ブロマールトとのペア解散が発表された。バルトマン、ブローマートフィンデンノイエパートナーンハット、アイスカンサローフ、グリップストップと EM、オクタホック、ブローマートハットアイスカンサローフ、EM オーネオリンピアマイナス -16、ホック、ブローマートハット、キャリアリーンドフィアベルリーナーアイスカンサローフ、パルホック、ブローマート。ありがとうございます。